前回ロボ娘たちを助けた直後、どこからともなくゴジラが現れ、様々な武器やロボで対抗したが、全く歯が立たず、撃退することができなかった。そして今度こそ撃退するべく、ある兵器を急遽用意したのです。こうなったらこれで迎え撃つしかない。おいウプ主、なんだこのデカブツ。汗と涙と努力の結晶、TNT ロボットゴジラ。ぶっさいぶね。いやいやいや、キリッとしててなかなか似てるでしょ。どこがキリッとしてんだ。口は半開き。左手にはよくわからないリンゴらしきもの。しびれるね。いやまったく。だいたいなんでリンゴみたいなもん持ってんだよ。リンゴを持たせることで可愛さと、小さいお子さんがこいつを見ても怖がらないようにと。怖いわよ、500倍の TNT めちゃくちゃ使ってる時点でアウトよ。なんかこんな顔の卵、いたよな。しかもこのゴジラロボスタイル悪いわね。失礼な。喋った。私はスタイルで勝負していないのだ。この愛らしい顔とリンゴが売りだ。バカにしてたところが売りだなんて。ちなみに今回のゴジラロボは歴代の TNT ロボと比べ物にならないくらいの、通常の500倍の威力の TNT をめちゃくちゃ使っているから。というか500倍しかねえって言えるくらいだぜ。あの凶悪凶暴なゴジラもドカンと一発だよ。ちなみに右にある大きな穴は、ああ、これは気休めの落とし穴だよ。マグマ風呂に浸からせる気か。ゴジラの弱点って何なんだろうね。足の裏をくすぐるとか、随分と可愛い弱点だな。前歯を抜くとか、地味に痛いな。それでは諸君、ゴジラを早速呼び寄せ撃退するぞ。なんだなんだ。来たわねゴジラ。今度こそお前を撃退するぜ。まずはあの落とし穴に入ってもらおうか。なんであんたがやられてんのよ。いやー、サバイバルにしてること忘れて近づいちゃったよ。でも TNT ロボが無事でよかったぜ。気を取り直して今度こそ爆破させるわよ。ゴジラも落とし穴に入ったみたいだし行けるぜ。ああ、ロボのリンゴがなくなってる。きっとゴジラが本物のリンゴと間違えて食べたのよ。TNT 食ったってことだぜ。一応グラビティカノンも売っておくよ。さあ500倍 TNT の飴を存分に浴びなさい。ゴジラも PC も悲鳴を上げることだろうよ。まだまだ、500倍の TNT はこんなもんじゃないよ。うわあ、ここら一帯が一瞬でボロボロになったぜ。芸術は爆発よー。ゴジラがこの爆発のせいで微動だにしなくなったよ。こんだけ地形がボコボコになるくらいだもんな。あ、固まってるってことは好き放題できるチャンスじゃない。やめてー。ご覧ください、この地形を。爆発の威力がどれほどのものなのか物語ってるぜ。あ、とうとうゴジラがいなくなったわ。これ撃退したんじゃない。また戻ってきたら大変だぜ。そうね、今のうちに切り上げましょ。そうだね、脱出ー。いやー、PC には無理をさせてしまったよ。まああれだけ爆破すればな。それではまだお時間もあるので、今回使ったモッドの紹介をしたいと思います。これまた随分と派手な村で紹介するのね。村の装飾もこのモッドで作られたものだから合わせて紹介しようと思うよ。で、今回はなんてモッドを使ったんだ。タクティカルフレームっていうモッドだよ。このモッドはあらゆる武器やロボットなどを追加するモッドだよ。ウプ主のロボ装備もこのモッドでできるわけね。それじゃあ簡単に設備の紹介から入るよ。突然だけどこれは何だと思う？水から湯気が出ている。ってことは温泉か何かじゃねえか。正解、これは体力と移動速度を回復してくれる温泉です。ただのお湯じゃなくてちゃんと効能があるのか。このモッドのファイアリーブロックというブロックの上に、水を置くことでこうした効果を得ることができます。水を置かないとプレイヤーやモブなどは燃えてしまうので、罠とかに応用するといいと思います。あ、一瞬で焼き鳥ができたわ。これは使い方次第でいろいろ使えるな。お次はこのモッドに入っている武器をいくつかピックアップして紹介します。今回はこの中の武器を紹介しますが他にもたくさんあるので、ぜひ一度遊んでみてくださいね。こう見ると銃やら剣やら爆弾やらいろいろあるわね。まずは遠距離系の武器からご紹介していきます。遠くからパーンとスッキリするよな。ふっふっふどうよ。あら今あくびしてたわ。ちゃんと見ててー。狙って狙って。なんか腹減ってきたな。うん、何か食べたい。こらー、ちゃんと見んかー。バニラのモブなら大抵一発で倒せるからスカッとするよ。お次はちょっと特殊な武器です。おお、爆破した。弾が爆発するようになっているのね。てかあの敵モブミサイルバンバン撃ってくるぜ。うわあ、ちょ待ってー。ちょっと一旦落ち着こうか。なんでお前クリエイティブでもないのにそもそも空飛べるんだ。これは装備の効果で、フライモードっていうモードを使っているからなんだよ。他にもダッシュモードとシールドモードがあって切り替えられるよ。でも飛んでもあいつらの攻撃はミサイルだから気休めね。って言ってるそばからめっちゃ食らってんじゃねえか。落ち着いたので次の武器紹介です。な、何よこの武器。レーザーライフルみてえだな。
これぞ近未来的な武器でしょ。ロボットっぽいわね。お次は雷の剣と炎の剣を紹介するよ。そんなファンタジーっぽい武器まであるのか。あ、切ったら燃えたわ。クリーパーを切るとよりわかりやすいよ。行くわよ、それ。おお、大電クリーパーになったぜ。フレームインパクト。それじゃあ最後にロボットを仲間にして、一緒に敵ロボットと戦いたいと思います。ロボットが仲間になってくれるのか。ロボット同士の対決に仲間入りできるのね。うん、レプレインボットっていうアイテムを与えると仲間になるよ。私の名前はアヌビス。よろしくマスター。おお、こんなかっこいいロボが慕ってくれるなんて感動だぜ。私のことも忘れないでくださいね。この子はファントム、アヌビスと同じ仲間のロボットだよ。それじゃあバトルしましょ。私たちはマスターをフォローします。マスタードだと。うわあ、こっち来たー。大丈夫です。私たちが援護します。おお、頼りになるぜ。何をする？お前ら同じロボットじゃねえか。色と見た目が違うだろ。そりゃそうね。体勢を立て直した。行くぞー。マスターその調子です。この野郎マスターどう？誰が調味料じゃー。もうすぐだぜ。あ、玉切れ。ファントムかアヌビスに美味しいところ持っていかれたわね。でも力を合わせて勝ったぞー。やりましたね。いやー、ロボットとの絆っていいもんだな。二人ともどうもありがとう。ということで以上タクティカルフレームモッドのご紹介でした。さあ、次なる敵を探しに行きましょう。じゃ休憩させてカッカッカ。あれはマジで上物だな。今日取引の日だろ。一体いくらの値がつくかねえ。まあしばらく浴びるように酒も薬もやれる分くらいはいくだろ。ん？少し早いが取引相手がもう来たのか。な、てめえは。うわぁ。おい、どうしたんだ。あいよ。返せ。てめえはあのメギツネの。ふ、そうか。妹を取り返しに来たってわけか。妹がどんな気持ちでてめえから離れたのかも知らねえで、ヒーロー気取りとは笑えるな。お前らが。お前らが愛を語るな。じゃあ何か、てめえは一度でも助けてほしいって言われたのか。うるせえ。うるせえうるせえ。お前らは町の人たち、優しいおっちゃん、その子供たちにまで迷惑をかける、クソ集団なんだ。そんな奴らのザレ言なんて聞かねえ。ふ、いくら話しても無駄か。お前らは存在しちゃいけねえんだ。誰だ？クックック。ボス、君は確か。そうだ、ゆうとくんと言ったかね。君の主張、よかったよ。だーけーどー。まずは愛ちゃんの言い分も聞いてみないとね。さあ愛ちゃん、なんとか言ってあげなさい。兄ちゃん。どうしてきたの？最後までご視聴していただき、ありがとうございました。チャンネル登録はお済みですか？ PC でご覧の方はこちらのボタンをクリックしてください。スマートフォン、タブレットでご覧の方はこちらからご登録よろしくお願いします。それじゃあ今日もじゃんけんいくぞ。最初はグー、じゃーんけーん、ポン。ようやく愛を見つけたってのに、愛のやつどうしてあんなことを。次回もお見逃しなく。